はい、どうも、ガクチャンネルのガクです。まあドローンのね、今日はお話をしようと思うんですけど、お話っていうか、まあ僕の起こった状況っていうかね、あの吉野前ね、行ったと思うんですけど、あの時は、ファントム4、プロの方を使ってました。まあ僕はマビックエアとね2機種持ってますけど、ファントム4プロの方ね、を、使ってました。でその時にね、ちょっとね、なんていうかな、送信機のバッテリーの充電をやってたんですけど、あの満充電までいかなかったんですよ。なんか知らないけど何回もやったんだけど、でまあ前からそうだったのが、ちょっとバッテリーがね弱ってきてるんじゃないかなと思って、それがまあ気になった。まあ4つ、まああのランプが満充電だとつくんですけど、4つだったのかな、3つくらいまでしかいかなかったね、っていう状態になってました。でそろそろね、まあ買ってからもちょっと、時間が経ってるんで、まあ、バッテリーが傷んできたんだろうなと思ってね、それがまあ気になったのと、で最近なんですけど、ちょっとね送信機とその本体との接続がなんかこう途切れやすくなってるっていうか、まあ一回つながってしまえば基本切れないんですけど、なんていうかな、こうまあ自宅なんかでやった時にね、こうなんていうかな、まあ電磁波っていうか、いろんな電子機器があるんで、まあその影響だろうと思ってたんですけど、すぐに接続されないね、なんかこうリンクエラーみたいになってしまうことがあって、でまあそれもね、いろんな周辺機器、まあの影響かなと思ってたんですけど、最近になってね、なんかこう野外で飛ばす時も同じような症状が出てて、でこれはちょっとおかしいかなと。まあそれか僕がね、普段身につけてる何らかの電子機器が影響してるのかなと思ってたんですけど、まあでもそんなにね、まあ例えば Apple Watch とか、iPhone とか、まあそういったものは絶対身につけてるんで、まあその手の機械の影響かなと思ったんですけど、まあそれだったらね、なんかもっと多くの人が影響を受けてると思うんでね、まあそれじゃないかな、まあ、どうなのかなということで、まあとりあえずはその送信機のバッテリーが弱ってきた、だから交換してもらおうかなっていう件がまず一つと、まあついでにそのリンクがおかしくなってるっていうところもちょっと見てもらおうということで、DJI に修理を依頼しました。僕初めてかな、2回目かな、わかんないけど、確かね、このファントムでやったのは初めてかもしれない。は、多分初めて。ね。で、今回、まあ、ネットの方のフォームの方から修理依頼をして、やりま、製品をね、DJI ジャパンの方に送って、修理をしてもらいました。まあ見積もりまではね、2、3日くらいかな。多分そのくらいで見積もりがメールで、来ます。ね。で、結構ね、したんですよ、実は。それがね、5万くらいしたんかな。4万なんぼだったと思うんだけど、予想以上にね、結構高かった。僕の予想よりも全然高くて、ちょっとびっくりして、どうしようかなってちょっと悩んで、それから修理をね、お願いしたんですよ。なんぼだったかな、ちょっと待ってくださいね。全部でね、あれ、どこ行った、全部でね、4万、あら、ちょっと、すぐ出ないな、なんでか、あ、ただ、お見積もりね、見積もりが来て、46,920円。ね。で、一応ね、悪かったのが、内容もね、修理の内容っていうか、まあ、点検してもらった内容っていうのも、書いてくれてて、まあ、送信機の、結果、点検結果としては送信機の、通信基板故障によるリンク異常、なんか壊れてたみたいですね。うん、で、送信機のメインボード、異常による、満充電負荷、これも基板が壊れてたみたいです。だから僕はね、そんな雑には扱ってないと思うんですけど、まあなんだろうな、経年劣化みたいなものなのかもわかんないんですけど、うん、なんでしょうね、そんな雑には当然扱ってないんですけどね、うん、ということで、で、対応としてはそれも書いてくれてるんですけど、送信機についてはなんか製品の問題、品質の問題みたいな、ものだったみたいで、無償交換対応
になりました。で、機体の方についてはこちらもね、交換、ということで、ね、機体の交換ね。で、これもね、なんかいろいろね見積もりが載ってるんです。これ機体の交換の方がこれかな、31,320円で、メインボード19,000飛び80円で、修理サービス費用が13,200円ってなってて、送料が2,400円で、19,080円の割引なんで、このメインボード19,080円っていうのが割引だから、これがあれなんでしょうね、送信機のあの値段だと思うんですけど、そういう形でね、修理に出して、でこれもねカード決済ができないんですよね。だから振り込みだけになるんで、ちょっとそこはねカードを使わせてほしいなとなんとなく思ったんですけど、振り込み、対応ということで、で振り込んだ後はそこからはねもうね2日くらいで来ました、本体がね。それがね、よいしょ、こちらね、じゃーんと言ってもまあ普通のファントム4プロで、箱自体はもう僕が送った、時の状態だから、あのこれはもう僕が持ってた箱ですね、箱で一回ね開けてはみました、中どんな感じかなと思ったんで開けてみたんですけど、もうこの箱もおそらくまあ僕のやつ、あの元々持ってたやつ、この状態送ったんでね、で入ってたのはこんな感じです、こんな感じね。でねこれはあれだから、よいしょ、まずね送信機の方はね本当のあの新品全くこう、まあ後ろとかもこうね擦れっていうか、やっぱりあの擦れみたいなのがあったんですけど、そういうのも全くなくなってるし、もう完全な新品ですね。でなんかボタンの感覚がちょっと変わってる、ちょっとマイナーバージョンアップくらいしてんのかな、なんかこうボタンの押した感じがこっちのパワーボタンの方がちょっと違うような気がしたんだけど、気のせいかなね。でこうシールとかも全然貼ってるような、本当の新品かな、新品でしょうね多分ね、っていうあれと、であと本体ね。で本体の方はあの本体もこれね、まあ、完全にこう新品になってるんですけど、このあのバッテリーのとことかにこうシール貼ってあるんですよ。これ多分問い合わせをした番号とかだと思うんですけど、貼ってて、このカメラのところにも貼ってますよね。でこれはね僕がもともと持ってたやつ、これちょっと気づいてますけど持ってたやつなんですよ、バッテリーはね。でこれね貼ってるところだから、カメラもあの僕もともと使ってたやつだと思います。でよく見るとね、これ見えるかな、よく見るとねこの辺りとかにちょっとこう汚れとかがついて、なんとなく分かります、まあ綺麗な使い方してたし、こんなとこあんまり擦れないんであれなんですけど、どこが分かるかな、あんまり分からないかな。で多分ねここでネジね、4点、あと横にも止まってるね、これだけが1ユニットでカメラユニットになってると思うんで、あのこの側だけが完全に変わってる感じだと思います。でモーターがね僕ねちょっとどうかわからないんですよね。モーターも多分一色単に変えてくれてると思うんですけど、あの変わってなかったらねちょっとあれだな、まあちょっと一回問い合わせはしてみようかなと思いますけどね。これ変わってなかったらやっぱりあのある程度ね飛行時間あの行ってる機体だったので、多分大丈夫だと思いますけどね。まあそれだったらある程度また時期来た時に変えてあげないといけないかもわからないんで、だけど多分ですけどカメラユニット以外は変わってると思いますね。こんな感じで、これでなんぼだ、さっき言ってた 46,920円ね、はい、まあ こっちが新品になってたのは、これは多分製品不良っていうところもなんかあったんでしょうね、おそらくね。だからこっちは無料になってますけど、ね、これが有料だったら、だからまだこっから2万くらい上がってくるから、すごい高いですよね。うん、ということで、で、
なんていうかな、まあ、DJI の対応ねすごく良かったです。僕としてはなんていうか、まあ、僕電話で問い合わせとか、電話じゃないんかな、メールかな、で問い合わせをねしたこと何回かあるんですよ。だけどあんまりいい印象を持ってなかったんですけど、今回の修理対応ね見てるとね、まあ、だいぶ変わってきたのかなっていう感じはしますよね。まあ僕がそれやってたの、電話したのっていつかって言ったら結構前だと思いますけど、はい、電話っていうかメールかな。でついでって言ったらあれなんですけど、実はまあ僕ファントムともう一機種ね、マビックエアという機体を持ってますけど、マビックエアの方もね、これは調子が悪いとかじゃなかったんですけど、これはもう買った時からSD カードを入れてもこの、飛行のねステータス情報のとこで絶対ね SD カードエラーになってたんですよ。でもちゃんと撮影できるんですよ。でなんていうか、どんな SD カードマイクロ SD 入れてもその症状が出るんで、で以前 DJI の方とこんな風な症状出ます、表示がエラーで出ますっていうことで連絡し合ったんですよ。それ多分メールだったと思います。SD カードのどこどこ、サンディスク製のこの型番の SD カード使ってるとかね、まあ何枚か手持ちの分で、同じように試したけど、全部ダメですということで。だけどその時はね、また今後、ね、撮影はちゃんとできてるんだったら、また今後ね、ファームウェアとかで対応するようになると思いますみたいな、なんかちょっと、ぼやかしたようなね、回答だったんですけど、それがね、ずっとね、もうエラーのまんま、ファームウェアアップデート何回かありましたけどね、エラーのまんまということで。でそれも、こいつが帰ってきたもんで、とりあえずね、まあ、全然手持ちドローンがなくなるのなんか不安なんで、これが帰ってきた時点でマビックエアの方を修理にちょっと出しました。で、そっちの方はね、まだ結果が分かってませんけど、まあ、無償でなんかそのね、SD カードのとこだけやってくれるのか、ファームウェアアップデートなんか特殊なやつやってくれるのか、ちょっと分かんないですけど、何が悪いんかね。まあ、他ね、そういう同じような症状の人いてんのかな、なんか動画でもね結構ブツブツ文句言ってた時期があったんですけど、どうなのかな、その時なんか私もそんな症状出てるみたいな人いてたように記憶してたんですけど、で、あ、それじゃったら僕だけじゃないんだなっていう風に思ってたんでね、どうなんでしょうねはい、ということで、でとりあえずまあ今回こういう風な形で DJI の修理、まあこういう風な感じで戻ってきましたっていうことで、ご紹介というか、まあご報告っていうか、まあこんなん僕やりましたっていうことのご報告なんですけど、今回これ機体が変わってるんで、当然ながら機体のシリアルナンバーが変わってますね。こっちの方が本題かもしれないね。で、そのシリアルナンバー変わってて、その手続きね、手続きって言っても、おそらくか加入してる保険とかそういうのがあるんだったら、そちらの方の機体のシリアルナンバー変更の手続きは多分しないといけないといけないし、で、僕がね、なんていう入ってる保険みたいなやつは特に機体の登録とかいらない保険なんで、それはね全然いらないんですけど、人によってはね多分保険の変更はいると思います。であとはあれね、その国交省に申請、許可申請やってる人、リップスの変更がいると思うんですけど、それはね次回の動画で一応やろうと思ってるんですけど、ちょっと愚痴だけ、愚痴っていうか不平不満だけね、また次も言いますけど、そうリップスのねとこで、機体の変更の手続きね、しようと思って、まあ、手続きっていうか操作のねマニュアルを見てもなんか分からなかったんで、分かりにくかったんですよ、本当にこれでええのかっていうね。だから僕は窓口に電話したんですよ。なんかそのディップスの画面の下のところに、無人航空機なんか案内窓口みたいな、があるんですけど、そこへ電話したんですよね。でそれでねまたねちょっとあれですよ、なんていうかイライラっていうかね、イライラじゃすまんなこれは、うん、多分ちょっとムカッとくることがありました。まあ吉野に続いてなんですけどね、それはまた次の時に、詳しく話そうと思います。まあ、なんていうか、この
機体番号の特にディップスの変更は本当にちゃんとやっとかないと、僕が記憶してるのでは一見ね、岐阜の業者さんかな、かなんかが、機体をね落としてしまった時に、確かあのイベントやってる時に落とした時だったと思うんですけど、ニュースでもあの航空機ね、これあの無人航空機届け出は出して許可はもらってるけど、結局違う機体でやってたと。でなんか修理を出してて、でその僕と同じような感じで予備の機体だったのか、まあなんか交換で送られてきた機体なのか分かんないけど、何せシリアルナンバーが違うかったっていうことでね、なんかそんなことをニュースで言われてたんです。だから許可されてる機体じゃないものを勝手に飛ばしてたみたいな言われ方をしてたんですよね。うん、だからなんかそれもひどいなという、なんかね、まあそういろんな事情があって多分その業者さんもね、飛ばしてたと思うんですけど、まあ同じね、例えばファントムと同じ全く違う機体であればね、あれ性能も違うからあれだと思うんですけど、単にね予備機とかそんなんで間違えて届け出の変更だけ、してなかったとかで、そこまで叩かれるのもちょっとどうかなと思いながらニュースは見てたんですけどね。だから今回そのなんていうかね、いい加減な対応をその電話でされたんですよ。航空機案内窓口みたいなところでね、無人航空機で、そのお話を次回します。はい、ということで、まあだから なんでかって言ったら、その僕いい加減な対応されたのがちょっと腹立ったのは、その実際事件っていうか事故起きた時にそれで報道までされてたから、まあそれなのになんかいい加減な対応されたんで、ちょっともうムカッときたんですよね。はい、ということで、まあ今日の動画に入れてもよかったんですけど、また長くなるとちょっとあんまり良くないっていうのと、まあ、機体の変更手続き、リップスの分だけ単独で動画作っといた方が、まあ、またね、それだけを調べる人は、まあ、見ていただけるかなと思ってね、それは分けてちょっとやろうかなと思います。はい。まあ、そんな、難しい内容ではないんですけどね、全然ね。はい。ということで、今日はこの辺で失礼しようかと思います。まあ、なんていうか、だから何が言いたかったかっていうと、まあちょっとしたことでも DJI にちょっとね送ってみたらいいと思います。不安感じたらね、だからちゃんとしたチェックもしてくれるから。で送料もこれ見たら、往復もともと着払いで送って向こうに、ね、DJI にで向こうから送ってくる分の送料も含めて請求くるんで、まあ、逆に言ったらもう修理しないでキャンセルでって言っても、今回の場合送料2400円なんですけど、まあ送料だけ負担自分がね払えば多分点検まではしてくれると思うんで、まあ不安に思ったまま飛ばすよりはもう修理ちょっと一回ね出してみたらいいんじゃないかなと思いました。あんまりそんな敷居高く考えなくてもねいいかなと思いましたんで、そういうことのご紹介というかね、動画になってます。はい。ということで、今日はこの辺で失礼しようと思います。また次、ちょっと僕がムカムカ怒ってる映像になると思いますけど、まあ、見た人は見てください。そしたら今日はこの辺で失礼します。さよなら。